緒方梨沙です。今回のザック2さん旧キットの方を作っていきたいと思います。BB 戦士 HG に次ぐ旧キット難易度が上がってると思うので近所さんね、買ってきました。クリスマスっぽいものをツリーに飾るやつを作りたかったんですけど、緑だからあんまりな感じかもしれない。はい、ということで久しぶりのニューキットです。前回の動画カードゲームのテイストプレイ動画を上げたんですけど、その NSAT さんたちが打ち合わせをしている横で作っているので、少し皆さんの話し声も入っているんですが、また見ていただけると嬉しいです。このキットはポコチャ配信で次何を作ろうかなという話きっかけで作ることになりました。おそらく12月中はこの子を作りながらの配信になると思うので、ぜひよかったらその生配信の方も見ていただけると嬉しいです。この子の出番。シダース。ニコール。早速というか、まあ旧キットなのでほぼほぼ接着剤を使わないといけないんですよね。すごい重ねて。つけないといけないので、となると間の塗装とかが難しそうなので、ちゃんと考えて組み立てていきたいと思います。背中のランドセルみたいな部分にこの子はたくさん小さなパーツをくっつけないといけないんですが、そこの部分はやっぱり先に塗ってで、くっつけた方が良さそうなので、ここも色とか間違えないように確認をしながら塗ったりもしないといけないなと思います。この視力検査で右とか左を指すようなあの C の形をしたパーツがうまくはめられなくて苦戦しています。でもあんなあのマイクどういう意味があるのって使ってるところがすごい。今は腕のパーツをくっつけようか考えているところなんですが、ここも右と左左右間違えると大変なことになるので、慎重に説明書をよく見て接着したいと思います。どうしよう、これ痛恨使いたいよねみたいな、なんか意味なくねみたいな、あの痛恨って書いてある、多分少ない痛恨を使うっていう裏ある技は、しかにほぼほぼキムサットさんたちは翌日カードゲームのオフ会 CCCC もあるので、新しいカードゲームのルール確認などもしているところです。それで
結局だから7枚未満の全てのプレイヤーはってなるんですね、そのあたり。いや、それは最後勝負したね。勝負したよ。山札8枚以上のプレイヤーは何に行ないか。そう、8枚以上だから戦いに勝っていくと10枚、10枚、11枚で、使えるカードが、まあ、もらっていく、あの勝負とかで限られた人は追加していく。一員が召喚できる場合は、防衛側のプレイヤーが一員を召喚できる場合は必ず できるのは必ずこうあのシナパみたいな、あのこの赤右手胴体左手がプラスこれがあったらでシナパで一員が召喚できる場合は札を差し出す。あ、これが勝負です。あの勝負を申し込まれたときは偉人を召喚できる場合は絶対しなあかんし、勝ち負けも負けるなと思っててもしなあかんし、できなかったら攻撃した側の、勝利になり、ランダムに、ランダムだから2個4ですか。2個って言われますね。1から6の異なるそこからハークをもらう。それ1回って言われて、じゃあただ僕は疑われただけです。あいつ適当に褒められる。そういうのを見られるのに。で、またここに見ます。あれ、これ傷つくやつやっていう見方ですね。なるほど、なるほど。で、まあ、これどうするんですか。ここから私もザクさんを作りながらカードゲームのテストプレイに参加させてもらいました。今から急に犬里さんとマスターに褒めてもらいます。では尾形さん、はい、2つ選ぶんですね。1、4、はい、指定された言葉も使って褒めないといけないみたいなんですが、どちらかというと私をどう褒めたらいいのか皆さん苦戦している感じでした。小畑さん、なんだかんだで万能な人じゃないですか、ね、そう。結構僕なんかも全然頼りないから誰かの助け必要なそんな人生ですけど、小畑さん結構強いよ。はい、聞いてますよ。小形さんっていよいよ、まあ、洋服のセンスとかいいじゃないですか。それでものすごいかっこいいじゃないですか。もうそれにもう随分惚れ惚れします。ありがとうございます。はい、はい、っていうのおかしいですね。やめよう、はいっていうのはなんかちょっと岡田さんに前ね、はい、ヒーローショーとか声優とかやってもらったり、あのね、手物プレゲームとかね撮ってもらったけど、はい、声が綺麗ですよね。はい、はい、はい、この中に、一番嬉しかったやつはどれでしょう。あ、スカピッピですかね。ありがとうございます。なので、聞こえていただきます。5、6。はい、ということで、キューキットザクツーさんなんですけど、やっぱりそう後はめとかやっぱり全然考えずにスタートしてしまってうっかり、まあ何パーツかこの接着したところの合わせ目消しとかはまたの配信でヤスリ掛けをしたりとか、ベース先に塗っといた方がいいところは塗ったりしたいと思います。それでは今回の動画は人となりで CCCC の打ち合わせを NSAT さんたちがしている中の動画なんですけども、見ていただいてありがとうございます。また続きも見ていただけると嬉しいです。それではおつなまこでーす。